はい、どうも、鳥海です。本日もよろしくお願いします。ということで、今ね、成田空港にいるんですけども、飛行機がね、遅延してます。3時40分かな、発車のやつが4時40分で1時間遅刻して、しかも自分のなんか金属の突起物が引っかかって没収されました。物が没収されて飛行機も遅延してるっていう、ちょっと最初からね、疫病神ぶりを発揮してるんですけども、あんまり幸先が良くないということで、あんま良くないんですけど、しかも中田翔がちょっとまだ詳しいの出てないですけど、なんかなんだろう、別メニューっていうか練習変わったみたいなんで、ワンチャン自分がキャンプ行くと同時に中田翔選手が離脱するかもしれないっていう、なんかかなりショックというか一番見たかった選手なんで、ちょっと残念かな。そして今、中にビシエドの服着てますね。これダサい、あんまかっこよくない。じゃあ気持ちが、あんまりちょ、ヤンキーじゃないけど、中学生のちょっと切ってる系の服。一応これ2018年のタイトルホルダーの時のビシエドの MVP 撮った時の服なんだよ、これ。よくないか。まあまあ、キャンプだからなんとか、一応ドラゴンズ魂と思って着てきたんだけど、キャンプの意気込みは、まあ、ライデル・マルティネスにできれば会いたい、そしてサインをもらいたい。今年でいなくなるから、多分それが一番あれかな。巨人ファンからしたらやっぱ岡本一番目標は、もうだって今年でいなくなる可能性大だから、まあライデル岡本で最後岡本意地でももらいたい。それか俺の推しの大勢、大勢じゃねえ、門脇だ、門脇ね。去年活躍してタオルも持ってるし、俺の推しの門脇ね。この2人出会えたらもう最高。門脇岡本ね、そう2人。まあ、俺なんかあれなんですよ、没収されたのがちょっとショックで、それが人から物を没収されるっていう経験があんまりないからさ、なんかそれがちょっとショッキングで、だいぶちょっと今頭の6割7割ぐらいが没収されたショックがだいぶ占めてるっていう、ちょっと今テンション落ちてますね。昨日彼女にデート行ったし、それは別にそれは良かったけど、それはいいけど、それとこれと彼女のデートと物没収されたのは関係ないから、あれだけど、まあ多分俺ちょろいから、あれかも、サインしてもらった選手がもう今年の推しの選手になるかも。確定。鵜飼選手見たいよね、鵜飼。今日今2軍でリアルタイムで阪神戦ホームラン打ったみたいだけど、2軍にも試合にも行ってるから、でも今の所属は1軍だから、一応明日の練習試合鵜飼全然スタメンありえるから、鵜飼のサインが欲しい。いや欲しい、今ねあれだけどね、ボーン打ち始めたらもうあの時の鵜飼のサインワーンみたいな。顔が好き、顔が好き、優しそうな顔してるけどな。優しいけど、鬼ちょっと鬼、あ、言ってたね、鬼っぽいっていう、あれちょっとかっこいい、まあ、鬼ぐらい活躍してほしいけどね。今鬼ではないだろう。個人的にはね、ブライト選手期待してたんだけどね、今ちょっと2軍行っちゃったから会えないか、読谷かな。やっぱり和田和義のメンバーに入ってない。あ、鵜飼、細川、石川昂弥、確かにブライトの名前はなかったね。この3人が和田コーチの、まあめっちゃ鍛えたい選手。あそこにブライトがいないから、俺は最初ポニーって思ったけど、言われてみれば確かに。そうか。おやって。ブライトな。まあチームからしたらブライト、鵜飼どっちか出てくればいいんだけど、2人出てもポジション被るからどっちかなんだけど。知らない、鵜飼がいいな。鵜飼ね。まあ俺は変えないでブライトでいきますわ。俺はブライトネクストブレイクホームで。ブライトまだ細いんじゃない。ああ、まあ分かるわ、鵜飼の方がもっとでかいね。めちゃくちゃでかいやん、うん、筋肉の塊みたいな。あとはミートだけ。いやミートだよ、だから追い込まれてからボール球にペンっつって三振が多いから、そこそこアジャストミート力、適応力、そこがあそこだけ、ね、でもいつ残さないとさ、スタメンで使ってもらえないからな。代打でさ結果残すの無理じゃない、あの三振タイプだと。4打席与えられて、あの1本ホームラン、1本長打がまあ理想じゃん。2割5分の長打1本もうどこで打つかだけど、だから鵜飼をある程度本気でスタメンに考えるんだったら、レギュラーで我慢してさ、30試合ぐらい我慢してスタメンで出さないとさ、まあ、1軍の相手いいピッチャーに対して、まあ、無理じゃないっていう。でもそういうのって大体未来に期待されてる4番とかだから、石川昂弥おるけど、ドラゴンで中田翔取ってきたし、
石川昂弥とかはだからそういう好待遇が出てくる。だけど石川昂弥は怪我持ちだから困るって言ってるんだよ。岡本も最初は何だろう好待遇だったかっていうと、うん、高橋由伸君じゃね、うん、なんで好待遇だったかっていうと未来の4番だからっていう理由で、まあ、我慢して使って投資っていうかまああれだけど、他の坂本とか他のやつらはみんな大学に出てきたから、そこで結果残していってんだから少ない神チャンス、未来の4番候補以外は大体不遇そういう大学チャンスしかない、まあ、そんなに与えられるのはないからね、だから結果残すしかないだよね。そういう意味で考えると鵜飼は別に4番タイプではないから、まあ高谷いるしな、中田翔取ってきて細川もいて、そう考えると4番、未来の4番って考えて我慢して使われるほど交代球は受けられないから、じゃあもう代打で打つしかない。去年細川はね代打であのちょこちょこ打ってそこからスタメン取ったから、うん、そういう交代を受ければ高卒のホームラン育成系だもん。佐々木麟太郎取らなくてよかったんですか。スタンフォールだ、スタンフォール大学入団の、あの野球の入団かなんか、ワンチャンあのアメリカドラフト1位とかあるんじゃないのって言ってたけど、どうなんでしょう。さすがに日本では評価あんまりね、なんかちょっとアメリカの野球はちょっと形が、それはメジャーですから、まあ、メジャーだって30球団ぐらいあるからさ、ああ、まあ、日本12個じゃん、だからよりトルクとか多いけど、でも結果泣かさなかったらすぐ首切られるっていう、そっち厳しいから。青っぽい器がいいね。ここに縁を感じるわ。これとかして、うん、こっちは巨人のオレンジ、まあ赤オレンジ、まあ赤オレンジ、ちょうどいい色になってるわ。おお、うん、ブドウ、まあ味でもあるもん、ある、うん、うん、食感がプチプチしてうまいわ。マグロいただきます。ナハマグロ、ナハマグロ、うん、うまい、うん、邪魔じゃ。いただきます、うん、全然食べれる匂いはさ、緑のグラスだからヤクルトかな、あのヤクルトのエンパワーユニフォームは緑だから、ああ、うん、ヤクルトかも。なんで動画撮るの。やっぱかけフライうまいね、好きだわ。人生初のヤギ寿司いただきます。肉の味がする、うん、だ食感がちょっと変わってるかも。インスタバター乗せてんのよ。インスタに乗せねえよ。じゃがバターいただき、うん、手羽先餃子いただき、うん、本当だ。さっきからその言い出しは何だ。手羽先の中に餃子が入ってる、初めて見たかも。うまいわ、うまっ、うまっ。表現してどう美味しいかっていうのは、肉と餃子のあん、ニラとマッチしてるね、バランス最高。なんか大島のミート力とビシエドのパワーがなんか相まったぐらい、あのミートとパワーを兼ね備えた手羽先餃子って感じよ。バランスがね、はい、うん、イカの一夜干しいただき。さっきからそれ何なの。決めゼリフ。いつ決めたの。うん、ん、さっき思いついた。絶対さっきだよ。牛タンいただき。うん。この食感がいいね、牛タンはね。なんでさ、沖縄まで来て牛タン食ってんの俺ら。いや、お茶漬けいただき。うん。あっさり食えないのが可愛い。うん。食わず嫌いや。違う違う、そうじゃないんだよ。あさり食えないのが可愛いね。それがいいんですよ。うまかった。ごちそうさまでした。あ、そう。最高。ごちそうさまでした。うん。うわ。今まで食べたメニューもう一回全部いけるけどな。彼は何を言ってるんだよ。マジで。本当美味しかった。